対2、このゲームはフルセットマッチ。いや、圧巻のサービスエース劇場でした。まずはサーブから振り返っていただいてよろしいでしょうか。今日サーブのフィーリング良かったんで、本当に最後まで攻めたサーブが打てたっていうところは良かったですし、結果として戦につながったっていうところは僕として本当に良かったと思います。ただ見ていて序盤はサーブちょっと力を抑えていたように思うんですが、4セット目、5セット目、全然サーブの種類、威力が変わりました。力をやはり入れていきましたか。いや、もう本当にプッシュするしかなかったんで、もう攻めるしかないと思ってやってました。途中までちょっと数えていたんですが、速報値でチームエースが10本打ち7本。この数字を改めて聞いてみていかがですか。いや、もうあれですね、満足します。はい、これでチームは先週の愛知ダービーに続き今週も連勝で4連勝となりました。チームとしてのまとまりというかフィット感はいかがですか。そうですね、本当にタイブレイクに行った時もチームとしてまとまって試合ができているし、みんな攻めることができていると思うので、フォアボールの選手たちの自信につながると思います。来週はホームで東レアローズ静岡と対戦です。来週に向けて最後意気込みをお願いいたします。今週も、たくさん課題が出たので、来週に向けてまたしっかり準備して、来週も自分たちのベストを皆さんに届けたいと思います。ワールドクラスのプレーを見せてくださいました。J テクト15番宮浦選手に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。それでは両チームの選手スタッフの皆様整列をお願いいたします。